コウマカンキッチン2024年総集編。5万人記念紅茶のシャルロットケーキ。チャンネル登録5万人突破。なんと動画投稿100本ね。皆さんいつもありがとうございます。いやー5万人。そんな多くの方に見てもらえるようになったなんて。まあ5万人突破したの3ヶ月も前だけ。マグ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 。ね、メイン動画も100本目なんですよね。思ったより撮ってたわね。この間の2周年に引き続きおめでたいですね。あ、わかった。バタバタしてて5万人突破記念動画をアップするタイミングを失ってたけど、ちょうど100本目の動画が近かったから、それを兼ねてアップしちゃおうっていう、そういう。ちょっと静かにして。で、みんな揃っているということは、お祝い料理を作るのでしょう？おっしゃる通りです。今回は、サクフワ、香り高い、豪華、な、シャルロットケーキを作っていこうと思っています。シャル？フィンガービスケット、とも呼ばれるビスキュイを土台として中にババロア等の。はい。ふん、さすがサクヤね、素敵よ。まあ、作り方は任せたわ。それじゃあみんな、レッツー、5万人記念クッキングー。メイパチ、後でシャルなんちゃらを簡単に説明して。では、まずはビスキュイ作りから。あ、間違えた、反対だ。登録者5万人突破。あれ、私が5万人の方言うんじゃ。事前に打ち合わせしときなさいよ。はい、アホズは置いといて卵黄と卵白に分けていきますね。ひどい。まずは卵黄に用意したお砂糖の半分を加え、砂糖が溶けて少し白っぽくなるまで混ぜ合わせましょう。いわゆるブランシールってやつね。できたら次は卵白を使ってメレンゲを作ります。ある程度混ぜてコシを切ってから、数回に分けてお砂糖を加え混ぜていきましょう。ここで一気に入れるとうまく泡立たなくなるから注意してちょうだいね。昨夜は今回のツンツンレベルは？今回はツンツンレベル8でいきます。角が立ち、泡が落ちてこないくらいのもったりさでいきましょう。次はこれ全部卵黄と混ぜる感じです。あ、まずは少しだけ加えてもらえますか？少量のメレンゲと卵黄をよくなじませまして、綺麗に混ざったら残りのメレンゲを全部加えていきますね。たくさん量がある時の混ぜリンヌは私に任せてください。あ、言うほど混ぜないから別に大丈夫。泡が潰れない程度に、マーブル状に混ざるくらいサクッとでいいのよ。そしたらここに薄力粉をふるいにかけながら加えて、最初は泡立て器でふんわり混ぜり。混ぜ合わせてくれる？こんな感じです。うん、そうね。そしたら次はゴムベラに持ち替えて、切るようにさっくりと粉気がなくなるまで混ぜてくれるかしら。こんな感じでできてますかね？うん、いい感じじゃない。へへ、なんやかんや教えてくれる作屋さん優しいですね。はい、次あなた洗い物頼んだわよ。私なんか変なこと言いました？はい、作屋さん。人遣いが荒いパチュリー様のご助言で絞り袋に詰めておきました。一言余計よ、こわ。ちゃんと口金も丸型を使っております。助かります、ありがとうございます。では、生地をシートに絞り出していきますね。あれ？何この下書き？ああ、こちらですね。後で入れる方にしっかり収まるように、縦14センチ、横23センチの下書きを事前に作っておいたんです。あとはケーキの底の型も必要になるので、そちらも作っておきました。この絞る作業、なかなか難しそうね。横に寝かせるように持って、少しだけ隣との間隔を空けるように絞るのがコツみたいよ。なんとかそれっぽくはなりましたが、思ったより残機が少なくて嫌な予感がしてます。盛大なフラグ立てたわね。まあとりあえずやってから考えていきます。あれ、昨夜なんか気候入ってきてない？というか生地に入れてないかしら。まだ結合できるのでなんとかなります。でもなんか細くてひ弱な仕上がりになったわね。それパチュリー様が言います？はぁ、すみません、結局ボロボロに。大丈夫よ、昨夜。ここにあなたを咎める者はいないわ。ここまで何もしてないお姉様がなんか言ってるよ。そうね、レミーが料理できないから咎めるも何も。うっさいわね、あんたたち。うん、昨夜これは何してるの？粉糖をかけているんですよ。粉糖をかけることで表面はカリカリに、中はしっとりに仕上がるのよね。ちなみにこれは1回で終わりにせず、2、3回重ねて振るのがポイントらしいわ。勉強になります、パチュリー様。では、ぐるぐるに絞った生地にも同様に粉糖をかけましたら、それぞれ別々に190度に予熱したオーブンで9分ほど焼いていきましょう。焼けましたかねー？見てみても正解わからんかったです。でも表面はサクサクで中ふわふわっぽいわよ。まあ多分こんなもんで大丈夫でしょう。誰も正解わかってないんですね。ではこちらの長い方の生地をクッキングシートからゆっくり剥がしまして、半分になるように測りながら切っていきましょう。できたものはケーキ型の側面に沿わせていきますね。え、なんでちぎっちゃうの？サイズが合わない場合はこうやって調整をするんです。底の生地も同じく切ってサイズを合わせていきますね。生地もちゃんと足りてよかったですね。うん、安心したわ。へへ、ここの余った生地は？乾杯。おいしい。はい。続きまして。紅茶？はい、紅茶のババロアを作ろうかと。お鍋に牛乳、砂糖、ティーパックを入れ、中火で沸騰してから3分ほど紅茶を煮出していきます。さてや、紅茶の品種は何かしら？香り高いアールグレイになります。ティーパックなのに何かがこつけてんのかしら、この子。というよりこの作業。
わざわざ鍋じゃなくてレンチンでできるんじゃ。はい、レンチン大国ぞとばかりに出てこない。あ、そうだ。卵黄を2つ用意しておかなきゃだったわ。私の方でやっときますよ。ありがとう、頼んだわ。煮出し終えたら紅茶のパックを取り除きまして。こちらを用意しておいた卵黄に混ぜながら少しずつ合わせていきます。全体が合わさったところで再び鍋に戻しまして、この後は紅茶液がもったりするまで焦げないように混ぜつつ加熱していきましょう。なるほど、卵が凝固しないように先に卵黄を混ぜといたんですね。そういうことです。あ、さっきよりとろみがついてきました。それにしても焦げないように混ぜ続けなきゃなんて手がかかって大変ね。マルデレミンね。パチュリー様もあんま人のこと言えませんよ。ねえねえ、結構トロトロしてきた。そうですね、もう火を止めてしまいましょう。そしたらここにふやかしておいたふやかしておいたゼラチンを加えて溶かし、なかったことにしたわね。氷水に浮かべたボウルに移して熱を冷ましていきます。いろいろな場所に移動して紅茶液も大変だね。ある程度混ぜて熱を落ち着かせることができたら氷水から取り出し、次は生クリームの泡立てを行っていきます。さくや先生、今回のツンツンレベルはいかがでしょう。今回はツンツンレベル7ですね。柔らかく角が立つくらいが目安です。生クリームは半分ほどを紅茶液に加えてからよく混ぜまして、しっかり混ざってから残りの生クリームを加えていきますね。できたものは先ほど作っておいた型に流し入れ、空気を抜くようにトントンしてから4時間ほど冷蔵庫の中で冷やし固めましょう。と、その間にリンゴの準備もしちゃいますね。リンゴ？ケーキの飾りに使おうかと。半分に切ったリンゴの芯を取りまして、ヘタがあった方を横にして2ミリくらいにスライスしていきます。丸ごと2個分完成したら耐熱容器の中にすべて並べまして、そこにレモン汁、砂糖、バターを全体に行き渡るように加え、ラップをして2から3分レンジでチンしましょう。加熱が終わったらラップで密閉するように蓋をして冷蔵庫で1時間待ちました。さて、発色は良くなっているかしら？ちょっと微妙ね。すみません、良い発色のものがなかなかお店に見当たらず。リンゴはこのように並べまして、端っこから、くる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 、と巻いてあげて、上の部分をいい感じに広げてあげたらバラリンゴの完成です。これを代償いくつか作ってあげて、冷やし固めておいたシャルロットケーキの上に乗せていきます。ポイポイポーイって上に乗っけて終わり？それでも良いのですが、このように生クリームを乗せてトッピングがずれないように一手間加えていきましょうか。では、バランスを見ながらリンゴを乗せていきますね。ただちょっとやっぱり色が薄いわね。そういう時はこちらを使って解決していきます。あ、いつものイチゴジャムのやつね。そうです。血色を良くするためにイチゴジャムをこして種を取り除いたものをバラに塗ってあげます。お、いい感じに赤色が目立つようになりましたね。できたらいよいよシャルロットケーキを型から外してあげまして、こちらにリボンをつけて飾り付けをしていきますね。なんでリボンをつけるの？安定させるためですかね。確かにシャルロットケーキってよくリボンついてますよね。まあ少なからず画面映えは間違いないので可愛く結んでいきましょう。あとはローズマリーだとなんかこのバラが生ハムに見えてきてしまったので、改めてミントを乗せて緑を加えていきます。では、最後に豪華さを出すためにキラキラのアラザンをばらまいてあげたら、5万人突破&100本投稿記念、紅茶のシャルロットケーキの完成です。わーい、やっと完成したね。地味に工程が多かったですね。せっかくだからお紅茶を入れましょう。レミー、紅茶の品種は？アールグレイよ。入れ方は？ジェイパフ。そんなのはいいからもう早く食べましょう。では、私の方で取り分けさせていただきますね。取り分けたやつはあなたが先に食べなさい、昨夜。またお先にいただいちゃっていいんですか？もちろんよ。ありがとうございます。それでは皆様と作ったシャルロットケーキいただきます。おいしい。すごくクリーミーで滑らか。紅茶の香りもふわっと口に広がりますね。あと、この生地のサクサクふわふわな感じも面白いわね。リンゴも酸味が強めのものだから、ババロアのクリーミーさを占めるアクセントになってちょうど良いわ。この間からお祝いたくさんでおめでたいね。ふふ、本当に視聴者さんには大感謝ですね。いつもいつも感謝しきれないです。まあでも私たちはこんなもんじゃ止まらないわ。これからは10万人を目指して頑張るわよ。やっぱまずは7万人で。なんでこうカッコつかないのかしら。簡単やみつき生ハムポテト。お手軽に美味しいおつまみを作るわよ。珍しいですね、おつまみですか。まあ最近美味しいワインを仕入れたようだし、それに合うお料理を作ろうかなって。ワインなんて私からだかしら。では、お嬢様でも作れそう。みんながお手軽に作れるように、今回は、簡単、やみつき、おしゃれ、な、生ハムポテトを作っていきましょう。あ、それなんか流行ってたやつよね。そうです。それを私たちの好みの味にアレンジして作っていきます。ふふ、楽しみね。
それじゃ、この間の夕飯に出してくれたワインも用意しといてちょうだい。レッツー。お手軽おつまみクッキング。ねえ、私でも作れるってどういう意味？何のことでしょうか。まずはじゃがいもの処理からよね。これをこんな感じで綺麗に洗ってあげるわ。さくや、あの取り方で魔法のように見えるんだっけ？あとは編集でうまくやるんだっけ？お嬢様、動画回ってますよ。あ、皮を剥くことができたら次はじゃがいもの芽を取っていきますね。ちょっと怖いからちゃんと取り除いて安全にしてね。綺麗にできたじゃがいもは一旦水の中に入れておき、次は早く火が通るように小さめにカットしておきましょう。いわゆる一口大ってとこかしら？まあこの辺は適当でも大丈夫ですよ。切ったやつも水に入れる？そうですね、さっと水に通しておきましょう。なんか最近は怒涛の豪華料理ばっかり作ってたから久しぶりのお手軽おつまみ会で安心するわね。仕事でも宿題でもイベントでも忙しいものってなぜかまとまってくるの、あれなんなんでしょう。あ、じゃがいもはさっと水に通してあげたら、水がきれいになるまで軽く流した後、ざっくり水を切ってあげます。できたらラップをふんわりとかけて、600ワットで7分レンジで加熱していきましょう。さて、できたかしら？熱いからやけどに気をつけてくださいね。は、つまようじ。さては昨夜つまみ食いをする気ね。しませんよ。火がしっかり通っているか確認をしていたんですよ。大丈夫そうなので熱いうちにバターを加え、マッシャーを使って潰していきます。私たちは食感が少し残る方が好みなので、まだ粒感が全体的に残ってるかなくらいで止めておきます。できたらここに顆粒コンソメ、粉チーズを加えまして、これ以上粒を潰さないようにマッシャーではなくスプーンなどで混ぜていきます。粒を潰さない。プス。って、それよりなんでスプーンなの？別にヘラなどを使っても良いのですが、後でスプーンを使うので少しでも洗い物を減らせればなぁと。この界隈は洗い物嫌がる人ばっかりね。あ、そうだ。ちょっとパサつきが見られるので牛乳を加えていきますね。牛乳？ホクホクが好きな方はそのままで OK ですが、滑らかな口当たりやクリーミーな感じが好きな方は牛乳を加えるのがおすすめです。では、次はこちらのポテトを一口大になるようにコロッと丸めていきますね。牛乳を入れたからか思ったよりすぐ綺麗に形が整うわね。残りのポテトも同様にどんどん丸く形を作っていったら、次は生ハムの出番でございます。わーい、生ハムー。サイズが足らないといけないので、切り落としの長めのタイプを用意してみました。では、丸めたポテトを生ハムで包んであげて、丸く形を整えていきますね。ってちょっと生ハム大きかったですかね。形がなんか丸っぽくないわね。それじゃあポテトを巻いて余った部分は切り取っちゃいましょう。さくやさくや、あー。おいしい。生ハムはポテトの丸めるサイズによって調整するのが良さそうですね。うん、おいしい。そしたら最後の仕上げにオリーブオイル。今なんかいた？ブラックペッパー。粉チーズ、彩りのパセリを散らしてあげたら、簡単お手軽おつまみ、生ハムポテトの完成です。ふふ、見た目も良くてなかなかに食欲そそるわね。簡単に作れるのもいいですよね。それじゃあ昨夜、この間のワインを準備してちょうだい。あ、かしこまりました。ふふ、スパークリングワインって素敵よね。それじゃあ早速いただくとするかしら。生ハムポテト、いただきます。おいしい。わ、これすごい好きだわ。じゃがいもの自然な甘みと生ハムの塩気が最高に合うわ。じゃがいもとバターと牛乳、粉チーズのおかげでコクたっぷり滑らか。それに塩気が効いた生ハムがより美味しさを際立たせていますね。さて、ワインとの相性はどうかしら。ふふ、まずは香りを楽しんでから。うん、甘くてシュワシュワで美味しいわ。昨夜、上等なワインを用意してくれたのね。これはどこのものかしら？昨夜、何渋ってるのよ。こちらでございます。コカ・コーラにこれをワインとして認めるように言ってくる。ご自分の誤りの方を認めてください。サクサクホロホロ簡単スノーボールクッキー。サクサクホロホロの雪のクッキーって知ってる？雪のクッキーですか？あのね、メイリンにね、去年みたいに桜と雪を一緒に見れたらいいのにって言ったら、雪は難しそうだから、桜を見ながら雪のボールのクッキーを食べるのはどうだって提案されたの。なるほど、スノーボールクッキーのことですね。それが？それじゃあ今回は、サクサク、ホロホロ、意外と簡単な、スノーボールクッキーを作っていきましょう。やったー、楽しみー。それじゃあレッツー、サクサク雪クッキークッキングー。さすがに今の掛け声は予想できませんでした。はい、ではクッキー生地を作っていきますね。まずは常温に戻したバターをよく練って柔らかくし、そこにお砂糖を加えます。そしたら全体が馴染むようにこれまたよく練っていきますね。最近は暖かくなってきたからバターも練り練りしやすそうだね。ポカポカは嬉しいですが、
それとともに花粉がひどくなるのはちょっと解せないです。ほんとだね、ちょっと充血してるね。あ、昨夜もうバターOKじゃない。そしたらここに薄力粉とアーモンドプードルを合わせて加えていきましょう。こちらはダマにならないようにふるいにかけながら入れていきますね。やったー、私プードルさん大好きー。サクサク感もコクも出るので一気に本格的になりますよね。コクかー。じゃあシチューとか入れたらもっとコクが出て美味しいんじゃない。罰ゲームか何かでしょうか。あ、ふるい終わった粉々はさっくり下からすくって切るように混ぜればいいのよね。おっしゃる通りです。妹様はこの工程慣れたものですね。えへい、任せて任せてー。よし、だんだんひとまとまりになってきた。次はどうしたらいい？お次はこちらをだいたい2センチくらいの大きさに丸めてくれますか？え、生地冷蔵庫でお休みさせなくていいの？もちろん冷蔵庫で冷やした方が扱いやすいしサクサクになるのですが、そのままでもそんな支障は出ないんですよね。それに早くクッキー食べたくないですか？食べたい。お花見したーい。ふふ、それじゃあ残りもサクッと手早く丸めていきましょう。できたものは170度に予熱したオーブンで15分ほど焼いていきますね。できたかな？できたかな？わーい、焼き色。ちゃんと焼けたようですね。ではこちらは粗熱を取るために一旦網の上に置いておきましょうか。なんか大きい卵ボーロみたいだね。でもちょっと潰れちゃってる。ここは生地を冷やさないことの弊害ですね。名前詐欺だ。確かにスノーボールではなくなっちゃいましたね。お姉様のカリスマ詐欺と一緒。はい、では粗熱が取れたので次は粉砂糖でお化粧をしてあげましょうね。スノーボールクッキーのスノーって粉砂糖のことだったのね。むきゅ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 むきゅりむきゅり。それ以外にもホロホロした食感が雪解けを連想するから名付けられたという説があるようよ。だって、今の切っちゃってよかったんですか。あ、結構真っ白になってきたね。ちなみに、粉砂糖にココアパウダー、抹茶パウダーを入れてあげても面白いですよ。お手軽味変だー。それでは最後に完成したものをいい感じにお皿に盛り付けてあげたら。サクサクホロホロ、お手軽スノーボールクッキーの完成だーい。わー、あっという間にできたー。お菓子って食べるまでに時間がかかるものが多いのでこのお手軽さは嬉しいですよね。早く食べたーい。どうぞお先に召し上がってください。わーい、それじゃあスノーボールクッキーいただきまーす。おいしい。このサクサク加減がたまらないわ。あとはこれがコクっていうのかしら。ギュッとした美味しさが広がったわ。サクサクのクッキーを噛んだ後に粉砂糖がじゅわっと口に広がって綺麗にまとめていくこの感じも良いですよね。へへへ。そしたら早速これを持って桜を見に。はあ、もうだいぶ桜も切っちゃったわね。暇だから外出てったはいいものの、見るところがあんまりなくて残念だったわ。うん、フラン、どうしたの？てやめて、何フラン、お姉様のバカーなんてこと言うのよ。私変なこと言った？お嬢様に八つ当たりするのはおやめください。レンジで簡単濃厚チーズキーマドーム。簡単で映える料理を作りましょう。映えです。時代は映えなんです。何を今さら。いやー、私たちはいつも実践的な美味しいレンチン料理を作ってるじゃないですか。作ってるわね。でもダメなんです。他の動画と比べると人気がないっぽいんです。悲しい現実ねー。でも映えならスイーツの方がいいじゃない。いやまあスイーツはちょっと手間がね。ダメだこの使い間だから、今回は簡単映える人気出てほしいな全身チーズキーマドームを作っていこうと思います。なんか一個願望入ってるけど。でもレンチンで映え料理を作れるならいいわね。お手軽に越したことはないですからねー。それじゃ行きますよー。レンチン、ファイヤー。もうなんなのよあの掛け声。ではでは手始めに玉ねぎを小っ端みじんにしていきますよー。まあ小っ端みじんと言いましたけど粗みじんで OK です。歯切れ悪いわね。包丁ですか？あなたのことよ。できたらこちらを耐熱ボウルに移しまして、すりおろし生姜、すりおろしニンニク、ひき肉です。困らないわよ。ウスターソース、ケチャップ、カレー粉、顆粒コンソメ、お砂糖を加えていきます。撮影なのに計量せず目分量でよかったの？ある程度比率が合ってれば大体美味しくなるレシピなので大丈夫です。ちなみにカレー粉はカレールーでも代用できるので、お好みで使い分けてみてください。では、朝の満員電車のごとくもみくちゃに混ぜることができたら、なんか中の人の思想に染み出てるけど。破裂しないようにふんわりとラップをして600ワットで6分ほどレンチンしていきましょう。どうでしょうか？あ、火通ってそうですね。パッと見焼けてるように見えても中がまだなこともあるから、そっとかき分けて中の具合をちゃんと見た方がいいわよ。ちゃんと火が通った色をしてるので追加レンチンしなくても大丈夫そうです。よーし、そしたらここでレンチンご飯の出番ですね。別にレンチンご飯である必要はないわよ。今回はドーム状を作りたいので、いい感じのお皿にいい感じに持っていきます。分量がいい感じしかわからないのだけど。ご飯をもりもりしたら他の器に乗せて、パカッとオープンしてあげたら。おー、ちゃんとドーム状になってるわね。
そしたら次はこちらにいい感じにキーマを乗せていきまして、いい感じにドーム状になるように形成していきます。お料理動画の説明がいい感じまみれってどうなのよ。いい感じはいい感じなので、まあそれでいい感じですよね。ってことで次は、ソースを作っていきます。なんなのよ今の。作り方は簡単で、耐熱容器に牛乳とスライスチーズを加えていきます。ちなみにチーズは伸びる系じゃない方がおすすめですね。え、チーズはこのまま混ぜて溶かすの？あはは、そんなわけないじゃないですか。チーズが乾かないように表面を全体的に濡らしてあげてから、ふんわりラップをして600ワットで40秒チンしていきます。できたらあとはこれを泡立て器などでよく混ぜて、チーズが滑らかになったらもう完成です。本当にあっという間に作れちゃったわね。ではでは、こちらを先ほどのドームにかけていきますよー。おーおー。思ったより進みが遅い。これくらいもったりしてた方が綺麗にかけられるわよ。でも、あれよね。料理に少し既視感があるというか。まあ言ってしまえばこの間の動画とほぼ同じですからね。言ってしまったわね。まあそんなことは置いておいて、最後にバイポケットを作って、ツヤツヤの卵黄を乗せてあげたら、全身ベイビーだって映えるんだから、トロトロチーズキーマドームの完成です。うろうどうですかどうですか、結構映えてないですか。確かにこれは見た目も綺麗だし、普通に美味しそう。卵も割ってあげましょう。これは映えですね。多分映えてるわ、いい感じに垂れてるし。へへへ、それじゃ早速いただいてみましょうか。チーズキーマドーム、いただきます。おいしい。チーズはこんなピリ辛のキーマとまろやかチーズが合わないわけないんですよ。チーズのおかげでコクがマシマシになってて最高。キーマ自体も相変わらず美味しい。本当に悩んで考えて生み出してよかったです。こわ、そんなに悩んでたなんて。よかった、私は間違ってなかった。完成形を見て確信しました。キーマチーズドームじゃなくてチーズキーマドームって名前で正解でした。私の心配返して。パリパリチョコが最高なイチゴチョコアイス。ちょっと熱くなってきたからパリパリのチョコのアイスが食べたーい。確かに最近急に熱くなりましたよね。4月なのに30度近くになるとかおかしいって。まあ部屋にいるから関係ないんだけど。あ、そういえば妹様ってイチゴ好きでしたよね。好き、大好き。そしたら今回は、パリパリチョコ、見た目も可愛い、クリーミーとさっぱりのバランスがたまらない、イチゴチョコアイスはいかがでしょうか？わーい、パリパリチョコだけじゃなくてイチゴも入っちゃうの？楽しみー、早く食べたーい。ふふ、それでは早速作っていきましょうか。レッツー、最高アイスクッキングー。アイス、イチゴ、チョーコ。それじゃあ初めにパリパリのチョコの素を作っていきましょう。まずはチョコを細かめに割って耐熱ボールの中に入れていきますね。今回はブラックチョコを使うんだね。お好きなチョコを使っていただければいいのですが、甘いアイスにはカカオが強い方が合うかなって思いまして。そうしましたらお次はチョコを、魔法のように溶かしていきます。あ、そのレンジで溶かす方法便利だよねー。妹様の言う通りこのような手順でレンジで溶かしました。あれ、私ダメなこと言っちゃった？いえ、素直はいいことです。チョコの準備ができたら、次はカヌレ型を用意します。あれ、昨夜。この型なんかメニョンメニョンしてるよ。ふふ、今回はシリコンタイプのものを使って作っていきます。こちらに先ほど溶かしたチョコを流し入れていきまして、このように全体にチョコがつくように型を回していきますね。なんかちょっと大変そうだね。できたら中に入っている余分なチョコをボールに戻しまして、型の数だけ同じ工程を繰り返していきます。昨夜ちょっといい？もちろんです。どうなさいました？これさ、こうやってギューってやったら全体につきやすいんじゃない？わ、本当ですね。ちょっと荒技かもですが、こっちの方が早そうです。では、全部できたものは冷蔵庫で20分ほど冷やしておきますね。では、その間に中身に使うイチゴの処理をしていきましょう。イチゴは綺麗に洗ったものをアイスの分だけ用意しまして、丸ごと食べられるよう、ヘタの部分を取っていきます。イチゴのお尻の部分こと包丁でスパーンって切る人もいるよね。あ、このやり方ですよね。もちろんそれでもいいのですが、この余った部分がなんだかもったいない気がして、ヘタだけ取る方法を取ってました。イチゴの処理が終わったところで次はアイスクリームの部分を作っていきましょう。相変わらず生クリームの入れ物は手にくそうだね。材料は生クリーム、練乳の2つですね。わーい、練乳好きー。練乳がコクが出て一番いいですが、お砂糖で代用してもらっても問題ないです。あ、昨夜今回のツンツンレベルは？今回のツンツンレベルは5ですかね。泡立て具合でアイスの食感が変わってくるので、ここはお好みで変えてみてください。できたら冷やしておいたチョコの準備を。はい、昨夜、しっかり固まってそうだよー。ご準備ありがとうございます。ではこちらに先ほど作っておいた生クリームを注いでいきましょう。いちごさんもここに入るからちょっとずつ入れてかなきゃだね。そうですね、実際にいちごを入れてみてから足りなさそうな分だけ生クリームを追加するようなイメージですね。ところで昨夜さ、
これ、絶対生クリーム足りないよね。どう考えても足りなさそうですね。いやー、イチゴの大きさ的にいけると思いましたがダメでしたか。もしかしたら足りるかもしれないし、とりあえず大きめのイチゴ入れてみよう。なんかはみ出てる気がする。はみ出てますね。さっきイチゴの切り方を語っておいて、恥ずかしい限りです。みんなは私たちみたいにならないようにちゃんとイチゴのサイズを考えて作ってね。よし、イチゴのサイズは整えましたし、ここからは気を取り直して。生クリーム足りない問題はどうするの？あ、はあ、今日はなんだか絶不調のようです。私のためにやってみようで始めたやつだから仕方ないよ。昨夜ありがとう。妹様。まあとりあえずお姉様用の冷蔵庫にあった完成してるホイップ使ってみよう。え、また勝手に使ったらお嬢様に怒られますよ。まあ今回は私の不手際なので後でなくなった分補充しておくことにします。では、生クリームはラップをして冷蔵庫で6時間ほどしっかり冷やし固めていきますね。アイス早く食べたいよー。あと少し待っててくださいね。はい、さっき言われた通り板チョコ半分を追加で溶かしておいたよ。ありがとうございます。わあ、なるほど。最後にチョコで蓋をするのね。そうです、チョコのパリパリの部分が多い方が美味しいですからね。アイスが冷たいからすぐチョコも固まってくるね。全部塗ることができたら念のため冷蔵庫で10分ほど冷やしておきまして、しっかり固まったらこのようにゆっくりと型から剥がしていきます。うわぁ、ツヤツヤだぁ。思ったより綺麗な仕上がりになってよかったです。それじゃあ最後にサムネ用に断面を作ってあげる。パリッと薄いチョコがたまらない。フレッシュイチゴチョコアイスの完成だーい。わぁ、やったぁ。もうずっとお預けされてた。お待たせいたしました。ぜひ召し上がってください。へへ、見た目も可愛くて最高だー。それじゃあイチゴチョコアイス、いただきます。おいしいー。好き、私これ大好き。この薄いチョコがパリッとするのが食べたかったの。これは本当に美味しいですね。生クリームのクリーミーさと生のイチゴの酸味。そして最初はパリッとしてたチョコも薄いおかげかすぐに口で溶け始めてビターな甘みが広がる。後でストック作っておこうかしら。へへ、アイスが美味しくて幸せだー。でもこれからもっと熱くなるのは嫌だな。嫌ですねー。あ、そうだ。太陽を壊しちゃえば暑さなんて。わっと、それだけはお待ちください。簡単プルプル抹茶プリン。ミードリーのようりを作りましょう。あら天使さん、あら妹様どうされたんですか？昨夜今日は何の日だと思う？5月4日は、緑の日ですね。正解。だから今日は緑の日にかけて。緑色で、プルンプルンな、簡単スイーツ、抹茶プリンを作ろうと思ってるんだー。まあ撮影日は全然緑の日じゃないんだけどね。ひとまず準備を始めていきましょうか。そうだね、レッツー、緑色クッキング。プリン、プリンプリン。まずはゼラチンの下準備からよね。大さじ2杯くらいのお水に、このゼラチンをサラサラサラーっと。さすが妹様、手慣れたものですね。へへん、プリンは任せてよ。では、私はお鍋に、牛乳、お砂糖、抹茶パウダーを加えておきますね。ちゃんと茶こし使って入れてる。その方がダマになりにくいもんねー。去年の緑の日に抹茶ババロアを作ったのを思い出しますね。あれプルプルホワホワで美味しかったなー。よし、抹茶の方が大体入れ終わりましたので、お次は中火にかけながらお砂糖と抹茶パウダーを溶かしていきましょう。せっかくサラサラにしたのに結構ダマになっちゃってるね。まあ全部私がキュッと破壊しちゃえばいっか。館ごとサラサラになるのでおやめください。粉をするように混ぜていけばだんだん溶けていくので大丈夫ですよ。抹茶液は人肌温度で、あきってなるまで温めるんだよね。おっしゃる通りです。どうだろ？あきなったー。そうしましたら火を止めて、ここに事前にふやかしておいたゼラチンを加えて溶かしていきましょう。くる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 ー。溶かして溶かしてー。姿形なくなるまで溶かしてあげる。お顔が怖いですよ妹様。ゼラチンが綺麗に溶けたら少し置いて粗熱だけ取って、器の方に注いでいきましょう。あれ？氷で冷やしてから入れないの？今回は仕上がりを2層のような見た目にしたいのであえてこのまま注いでいるんですよ。なるほどー。確かにそっちの方が可愛い。では、器に注ぐことができたらこちらを冷蔵庫で1時間半ほど冷やしていきましょう。どう？固まってる？うん、ちゃんと固まってそうだ。でもなんか表面が苔みたいで気持ち悪いね。このあたりはひっくり返して隠蔽していきましょう。プリンはお皿に出していきたいので、縁のところを少しスプーンなどで剥がしていきますね。優しく、優しくだね。そしたら容器をお皿の上に乗せて、お皿を持ったまま自分を中心にして、ぐるんって回ってみてください。ぐるん。うわぁ、ベコンってなった。じゃあ取り外してみましょうか。なんだこのなんとも言えない形。場所も端に来ちゃってますし、遠心力をかけすぎたんですかね。もう一個やってみましょうか。よっと、どうでしょう。わぁこっちの方が生ききれい。
でもちょっと表面がザラザラなので、妹様の方をサムネに使いましょう。それじゃあ最後に可愛くホイップを絞りまして。ワイル草をちょこんって乗せてあげたら、緑の日の抹茶スイーツ、簡単プルプル抹茶プリンの完成だー。わーい、できたできたー。すごい見て。プルンプルンだよー。プルンプルンで美味しそうですね。それじゃあもう食べてみていい？もちろんです。わーこのプルンって感じいいね。それじゃあ抹茶プリン、いただきます。美味しいー。プルプル滑らかー。生クリーム使ってないのに濃厚で美味しい。わ、本当ですね。クリーミーですし、抹茶も濃くて美味しいです。このプルトロ食感もたまりませんね。えへ？美味しいしお洋服も可愛いしハッピーだー。ハッピーハッピーハーピーですね。それちょっと流行終わり始めてるよね。え？簡単濃厚カルボリゾット。濃厚美味しいカルボリゾットを作るわよー。あら、張り切ってますねお嬢様。どうされたんですか？え、いや気にしてないのよ。別に全然気にしてなんかいないんだけども、前の動画でフランの方が料理がうまいみたいなコメントがあって。やっぱり気にされてたんですね。気にしてない。だから今回はカリスマ的で濃厚で美味しってなるカルボ飯を作っていこうと思うわ。あら、カルボ飯は以前パチュリー様が。レンチン隊と一緒にしないでちょうだい。私はちゃんとフライパンで作るのよ。ほら、昨夜さっさと始めるわよ。レッツーカリスマクッキング。ねえ、昨夜作り方教えて。はい、まずは玉ねぎのみじん切りからやってくわよ。今回は1人前で作っていくので、2分の1個を使うようにしましょうか。え、1人前しか作らないの？じゃあお嬢様ちゃんと食べきれるんですか？食べきれない。あ、玉ねぎは粗みじんになるくらいでざっくりと切れれば OK ですよ。昨夜はねえ、痛いもんやだー。それじゃあ一旦私が変わりますね。玉ねぎは切れたら一旦端っこに寄せておいて、お次はベーコンを切っていきましょう。ええー、厚切りベーコンじゃないの？ベーコンは厚ければ厚いほどいいっていうじゃないの。どれくらいをご所望で？1メートルくらい？もうそれ主役変わっちゃいますね。と気を取り直して、次は炒め作業に入ります。旨味たっぷりバターを全体的に敷きまして、ベーコンから焼いてくれますか？任せなさい。バターでジュージューするのね。そうです、ジュージューしてあげます。どれくらい焼けばいいのかしら？ちょっと焼き目がつくくらいですね。ちょっと焼き目がつくくらい焼くわよ。それにしても、いい匂いすぎないかしら。ベーコンの旨味をじわっと引き出してます。ベーコンがいい感じになってきたので、玉ねぎも入れちゃいますね。私がやるのに。お嬢様はこちらをしんなりするまで炒めてもらえますか？任せなさい。できたら次どうすればいいの？できたら次は牛乳。牛乳。粉チーズ。粉チーズ。顆粒コンソメ。顆粒コンソメ。ご飯でラストです。ご飯を加えていくわよ。手打ちは相変わらずの冷凍ご飯なのね。もちろん炊きたての方が美味しいんですけどね。いつでもチンして食べられる手軽さには勝てなくて。ねえ、昨夜グツグツ言ってきたわよ。お、人に立ちしましたね。そしたらここで卵の出番です。本当なら溶き卵を加えるのですが、ちょっと動画映え的な問題で先に卵白だけ混ぜていきます。溶かなかったから卵白のブルブル残っちゃってるじゃないの。こちらは気合でガーッとかき混ぜれば馴染んでいくので問題ないですよ。ほら、このように全体によく混ざりました。おお、ほんとね、ちゃんと馴染んでるわ。そしたらできたものをお皿によそってあげまして、お好みでブラックペッパー。今回は見た目を可愛くするために。卵ポケットね。正解です。卵黄をポコンとポケットに乗せまして、最後にお好みで彩りのパセリを散らしてあげたら。お手軽なのにもったり濃厚。カリスマカルボリゾットの完成よ。結構すぐできたわね。具材さえ切ってしまえばフライパン一つでできちゃいますからね。それじゃあお嬢様、卵割ってみてください。ふふ、この瞬間好きなのよねー。で、ちょっと表面乾燥してないかしら。すみません、なかなかサムネ写真が綺麗に撮れなくて。もう全くお腹空いちゃったわよ。卵黄とリゾットをちゃんと混ぜてあげてっと。それじゃあカルボリゾット、いただきます。おいしい。この濃厚さがたまらないのよね。卵黄がかかってない部分もシンプルにクリームリゾットのようで美味しいです。卵を別々に使ってくのもたまにはいいですね。ふふん、どうよ、私だってお料理でき。むきゅきゅむきゅきゅむきゅむきゅり。ほぼ昨夜が作ってるじゃないの。うるさいわね。え、待って、どこから覗いてたの、あの子？材料2つのザクザクチョコクッキー。材料2つだけで簡単チョコクッキーを作っちゃいますよー。あら、燃えてるわね。この間映えるレンチンレシピを作ったじゃないですか？作ったわね。そのおかげで視聴数ビビ脱出。と思ったら10位私たちの動画じゃないですか。
ふざけないでいただきたいです。誰もふざけてはないわよ。ってことで名誉挽回のためにも今回は、材料2つ、お手軽、これスイーツがええんやろ、な、ザクザクチョコクッキーを作っていこうと思います。まあ結局お菓子とかスイーツが人気よね。今回こそはもう少し需要があってほしいです。それじゃあ人気出ることを祈って、レッツー。お手軽とはいえ美味しいからみんなにも作ってもらいたいし、なんとか見つけるように頑張っていくので。ほら、ほら、準備進めるわよ。はい。では、まずはチョコレートの準備からですね。刻んだチョコレートを 100g 分用意します。あれ、刻むシーンはカットしたの？ふふ。チョコのカットとシーンのカットをかけたんですか？お茶目ですね。いや、全然かけてないけど。いや、一応チョコカットシーンを撮ろうとしたんですけどね。もうご覧の通り振動が伝わってガッタガタの映像になっちゃって。なるほど、ボツになったってわけね。チョコカットシーンをカットしました。なーんちゃ。チョコを測り終わったらどうするの？次は薄力粉の準備ですね。そういえば今回は材料2つで作るんだったわよね。ってことはこれで全部？そうです。よくこんなレシピ思いついたわね。あ、実はですね。今回はテムキッチンさんのレシピを参考にさせていただきました。あら、じゃあ後で概要欄に元動画のリンクを貼っておきましょうか。はい。薄力粉を測り終えることができたので、次はいつもの方法でチョコをレンチンして次は。ちょっと初見さんもいるかもなんだからちゃんと説明しなさいよ。ほっ。こんな感じでレンチンして混ぜるを繰り返して、チョコを溶かしていってちょうだいね。もう、いつものやり方で伝わりますって。ね？視聴者様？皆さんは他の動画も視聴してくださってるのでわかりますよね？ね？何急に圧かけ始めたのよ。いやあ、昨夜さんみたいに圧かければ私も人気出るかなって。別に圧で人気出てるわけじゃないと思うけど。あ、チョコはしっかりと溶けてきましたね。そうしたら次はここに薄力粉をダマにならないようふるいにかけながら加えていきまして、ヘラで底をすくってから切るように混ぜていきます。結構粉が多いから本当にうまくまとまるのか心配になるわね。根気よく混ぜていたらこんな感じでしっかりひとまとまりになりました。あらほんと、結構ねっちりした感じになるのね。できたらお次はラップに出して、厚さ5ミリほどの四角形になるように成形作業を進めていきますね。あれ、元動画だと棒状にしてなかったかしら。太いと切るの大変そうなので最初から四角くしちゃいました。成形ができたらこちらを冷蔵庫で5分ほど冷やしておきまして、いい感じの硬さになった生地を一口サイズに切り分けていきますよー。あら、結構サクッと切れるわね。さっきのままだとゆるゆるすぎますからね。かといってこれ以上冷蔵庫で冷やしてしまうとカッチカチになって全然扱えなくなったので注意してくださいね。なんでこうミスしたのバラすのかしら。あ、カットできた生地はクッキングシートを敷いた天板にいい感じに並べていきまして、150度に予熱したオーブンで15分焼いていきますね。どう？いい感じに焼けてるかしら。わあ、チョコのいい匂いがしますー。この形状ちょっとなんか嫌ですね。余計なこと言わないでちょうだい。はい、それじゃあこちらのクッキーは粗熱が取れるまで冷ましてあげたら。材料2つですぐできる、ザクザクチョコレートクッキーの完成です。本当にあっという間にできちゃったわね。成形は面倒ですけど基本は混ぜて焼くだけですからね。すごいいい匂いですもんね。仕方ないです。うるさいわね。ほら早く味見してみるわよ。そうですね。それじゃあ材料2つで作るチョコレートクッキー、いただきます。おいしい。ザクザクでチョコの味がしっかりしてます。材料2つで本当に作れちゃうなんて。材料2つだからこそチョコの味をしっかり味わうことができるのかもね。ただ、ちょっとしけってしまうと噛んだ時にはみつきそうな印象があるから、保管するときはなるべく湿気を避けた方が良さそうね。本の管理と同じですね。あ、本の管理といえばこの間頼んだ汚れた本の掃除、あれどうなってるかしら？材料1つで簡単に掃除してもいいですか？ダメに決まってんでしょ。サクサク濃厚なカスタードパイコロネ。サクサクのパイコロネが食べたーい。パイコロネですか？とろーっとクリーミーなカスタードとサクサクなパイのあの最高な組み合わせが食べたいの。そしたら今から作りましょうか。え？そんなすぐ作れるの？ふふ。それじゃあ今回は冷凍パイシートで意外と簡単、冷凍保存も OK なカスタードパイコロネを作っていきましょう。冷凍保存 OK ならいつでも食べられるようになるじゃない？ただ注意ポイントがあるのでそこは後でご説明しますね。はーい。それじゃあレッツー。サクサクパイクッキングー。さあ、サクサクサクパイコロネー。それじゃあまずはカスタードクリームから作っていきますね。いつものレンチンのやつだ。そうです。全卵をボウルに割り入れたらよくかき混ぜまして、しっかり混ざったところで、薄力粉、砂糖、牛乳を加え、これまたダマがなくなるようにしっかり、混ぜ混ぜリングーしていきます。で、これ液の上に粉粉が浮いちゃってて混ぜるの大変そうだね。そうですね。あ、先に卵とお砂糖と薄力粉を馴染ませてから、最後に牛乳を注ぐのがいいのかな？
確かにその方が良さそうです。お嬢様、どんどん妹様と料理知識の差が開いております。なんとかダマをなくすように混ぜることができましたら、ラップを使わずに600ワットで2分レンチンします。できたらよく混ぜりん、混ぜて熱を全体に行き渡らせまして、追加1分レンチンしてから混ぜる、おクリームがトロッとするまで繰り返します。あとは、あればバニラオイルとかを入れて香りつけだよねー。それと今回はカスタードをよりしっかり味わうために、バターも加えていきますね。バター？コクも出るし、ツヤも出るので見た目も良くなりますよ。なんかバターが入ってればとりあえず美味しいでしょみたいな安心感あるよねー。バターが溶けるように熱いうちに混ぜ混ぜしなきゃだ。ところで昨夜さ、そんな高速で混ぜたらダマをごまかそうとしてるのバレちゃうよ。なんでそれ口に出しちゃうんですか。レンチンカスタード、たまにダマになってしまうのがたまに傷なんですよね。ダマは証拠インアフターケアすれば全然問題ないです。こんな感じで茶こしに通せばすぐ滑らかになりますよ。わ、ほんとだ、トロトロになった。カスタードは粗熱を取った上でラップでしっかり密閉して冷蔵庫で冷やしておきましょう。では次はその間にパイコロネ作りをしていきますね。これは冷凍パイシート？そうです。まずはくっつきにくいように打ち粉を叩きまして、だいたい3センチ幅くらいにカットしますね。できたらこちらを綿棒で縦長になるように伸ばしていきます。目安としてはだいたい元の長さから2倍くらいになったら OK ですかね。すごーい、ペローンって長くなった。そしたら次は生地を巻くための道具にオイルを塗りまして。あれ、うちにこんな巻き巻きする道具あったっけ？あー、こちらですね。事前にちょっと作っておいたんですよ。作り方としましては、紙を3、4枚重ねてくるくるっと巻き、直径3センチくらいの円柱を作ります。できたらこれをちょうどいい長さに整えつつホチキスで留めまして、アルミホイルで包んであげたら完成です。もちろん調理器具を持ってればそれが一番ですが、使う頻度を考えて自作してしまいました。食べたい量に合わせて作れば OK ってことね。では続きの巻き巻きをしていきましょうか。ちなみに、アルミホイルにオイルを塗らないと焼いた後外すのが本当に大変なので忘れずにお願いしますね。他になんかポイントある？そうですねー。あ、巻くときは生地を引っ張って伸ばしながら巻くことですかね。パイ生地は焼くと膨らみやすいので薄めに巻いてあげてくださいね。あとは最後に余った生地は浮かないようにいい感じにくっつけたらコロネ生地のセットは完了です。昨夜オーブンの準備しといたよー。ありがとうございます妹様。生地をクッキングシートを敷いた天板に並べましたら、ツヤツヤの素を。ふふ、そう、ツヤツヤの素、卵液を生地に塗っていきます。全部塗ることができたら、200度に予熱したオーブンで25分ほど焼いていきましょう。やっけた、勝つなー。わー、いい色だー。なんかちょっと見た目虫っぽいね。これから食べるのにおやめください。ねえ、これ熱冷ましした方がいい？冷め切ってしまうと型から外しにくくなってしまうので、やけどしない程度に冷ましますか。できたら生地を崩さないように優しく引き抜いて。妹様は危ないので見ていてもらえます？なんで急にやらせてくれなくなったのよ。別に壊したりなんかしないもん。盛大なフラグじゃないですか。あ、しっかりオイルを塗っていたので結構スルッと取れますね。では、全部型から外せたら今度こそしっかり熱を冷ましまして、その間に中のクリームの仕上げをしていきましょう。あれ？生クリーム？カスタードじゃないの？カスタードだけだともったり重すぎるので、生クリームも合わせて口当たりを軽くしていきます。生クリームは角が立つ8から9分立てにすることができたら、よく冷やしておいたカスタードと少しずつ合わせていきましょう。もう想像しただけで美味しそう。で、全部クリームが混ざったらこれを生地に詰めるってわけね。そうです。しっかりクリームをパイに差し込み、反対側から見えるまで絞っていきます。わぁ、こんにちはー。それでは最後に絞れたものをお皿に盛り付けて、見栄えを良くする粉砂糖、あとは映える草を乗っけてあげたら。サクサクとろーりがたまらない、カスタードパイコロネの完成だー。わーい、できたできたー。何かの待ち時間で何かを進めるから思ったより早く作れちゃった。待ち時間が多すぎないのもいいですよね。では妹様、召し上がってみてください。わーい。このクスクスツヤツヤカスタードの見た目がたまらないー。それではカスタードパイコロネ、いただきます。美味しい。これ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 。サクサクの生地を噛んだらとろーっとクリームが出てくるの。幸せー。生クリームのおかげで重すぎずどんどん食べ進めてしまいそうです。あ、そういえば冷凍保存のやり方だっけ？そうでした。ネットで調べた限りなので保証はできかねますが、冷凍すれば大体1ヶ月くらいは持つようですね。保管するときは熱がしっかり冷めたものを一つずつラップで包み、保存容器に入れて保管するといいらしいです。なるほど。ちゃんとラップで包んで冷凍すれば劣化が防げるのね。今度教えてあげようーっと。あら、どなたか保存方法を探している方が？そう。あのね、ヤクモゆかり、あ、ゆかりお姉様にアンチエイジングの秘訣を教えてあげようかなって。妹様、後ろ後ろ後ろー。カントリーマウム風チョコクッキー。
行りの、カントリーマームみたいなチョコレートチャンククッキーを作りますよー。何ようるさいわね。にしてもあなたがスイーツなんて珍しいわね。いやーまあ、最近出番なさすぎたので流行りのものを作ればさすがに出演できるかなーって。冒頭から重いのやめてちょうだい。まあ気を取り直しまして、今回は、簡単、しっとり、サクサク、な、カントリーマーム風クッキーを作っていこうと思います。にしても今流行ってるなんて知らなかったわ。まあ流行ってるらしいのはチョコチャンククッキーなんですけどね。はい。まあ同じようなものなので気にしないでいきましょう。よ、メイリン。それじゃあレッツー、私の出番をゲッチするためのクッキングー。あなたそれ先週のコアの悪い影響受けたでしょ。はい、じゃあ生地作りをスタートしていきますね。まずはこちらのバターを、よっと、このように溶かしていきます。めんどくさいから突っ込まなくていい。突っ込んでくださいよー。そしたらボウルに溶かしバター、砂糖、塩、イケメイリンを入れていきます。何をイケメイリンって。用意できない場合は卵でも代用可能です。近い近い近い。いいからさっさと進めるわよ。ああ。今回は卵黄だけ使うんだっけ？そうです。ムラなく混ぜられるように、まずはこの子たちから合わせていきますね。砂糖はこの茶色いのを使った方が良いのかしら？そうですね。普通の白砂糖でももちろん OK ですけど、少し茶色い方が焼き上がりが綺麗に見えるんですよ。では、よく混ぜ合わせることができたら、ここにベーキングパウダーと薄力粉をふるいにかけながら加えまして、さっくりと切るように混ぜ合わせていきますね。ちなみにチョコチャンククッキーって何で流行ってたのかしら。なんか AMSR って流行ってたみたいです。あ、ASMR ね。何か普段見てるものとかあるの？いや、特に。あ、昨夜さんの、ね、いき。はい、材料がある程度混ざったので次の工程に行きますねー。こちらにチョコレートを砕いて入れるのですが、大きめに砕いたものを多めに入れるのがおすすめですよ。この折った時に音がしないチョコでなんとなくの気温がわかるわよね。本当に最近梅雨を飛び越して真夏日みたいになってますよね。寒い時にチョコを砕くあのパキッと音が恋しいわ。生地とチョコが混ざったらこちらを4等分に分けまして。ほう、手でくるくる丸めていくのね。ってどうしたのその黒いの。あ、これですね、イケメイリンの成分がついちゃって。言い方気持ち悪いわね。生地を4つ分丸めることができたら焼けた時に膨らんでくっつかないように離しておきまして約60度に予熱したオーブンで15分焼いていきます。さてさて、どうですかね。あら、いい感じに焼けてるじゃないの。よかったです。ではでは、最後にこちらをいい感じに盛り付けてあげたらしっとりクッキーがたまらないカントリーマーム風チョコチャンククッキーの完成です。随分簡単に作れちゃうのね。バターも溶かしバターで OK ってところも大きいですよね。さっさ、昨夜さん食べてみてください。あら、いいの？これ視聴者様にも伝わるかしら。わかる？このしっとりな感じ。それじゃあカントリーマーム風チョコチャンククッキー。いただきます。美味しい。最初の歯当たりはさっくりなのに中がしっとり。甘々なチョコもたまらないわね。ほら、メイリンも食べなさい。ありがとうございます。うん、美味しいです。これなら年々サイズ縮小問題を気にせず好きな大きさで食べられます。ところでメイリン、なんでメイド服なんか着てるの？あ、もう突っ込まれないかと思ってました。ふふ、これはですね、カントリーマームと言ったらあのおばさんかと思いまして衣装を仕立ててもらいました。盛り上がってるところ悪いんだけど、それ多分カントリーマームじゃなくてステラおばさんのクッキー。あ